レーシングカーメーカー経営者で、レーシングチームの主催者である。1960年代頃から、地元のレースシーンで活躍していたが、後にレーシングマシンの製作に乗り出し、フォーミュラ4等のマシンを製造する一方、1970年代に入ってから、ロードカーも設計した。第1作は、現地メーカー、以下、ルノーの高性能者、トリノを基本にした、トリアで、 リトラクタブルヘッドライトを採用したイタリアのスーパーカーと見まごうばかりのスタイルを備えた2ドアのファストバッククーペだった。エンジンはトリノに搭載されていた直列6気筒をチューンしたものやクライスラー製のヘミ V8 エンジンが搭載された。また、より小型でルノー製エンジンを搭載したトリエタヤフォードのタウヌスクーペの改造、さらに1980年代には レジャー用オープンカー、スピアジャーも手掛けていた。ありがとうございます。